常磐道、外環、磐越道、情報をお知らせします。はじめに、常磐道、上り線の情報です。三郷料金所付近で、乗用車による事故が発生しています。この時間、八田レンタカーから三郷ジャンクションまで25分ほどかかります。続いて、下り線の情報です。三郷ジャンクションからいわき中央インターまでの区間では順調に流れています。この時間、三郷ジャンクションから八原インターまで20分ほどかかります。引き続き、外環内回りの情報です。工事のため、川口ジャンクション、東北道方面へのランプで通行止めになっています。この時間、川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで15分ほどかかります。続いて、外回りの情報です。大泉ジャンクションから高野ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間、川口ジャンクションから高野ジャンクションまで25分ほどかかります。引き続き、磐越道、上り線の情報です。高野のジャンクションから岩木ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて、下り線の情報です。岩木ジャンクションから高野のジャンクションまでの区間では順調に流れています。春の全国交通安全運動が20日まで実施中です。全席シートベルトの着用、積み荷点検による落下物事故防止、スマホ操作、危険、早めの休憩。どうぞ安全運転で走行ください。他の情報をお聞きになりたい方は、サービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は、Q、シャープを、信号音の後に押してください。